賃貸マンション近くの側溝で濡れ落ち葉まみれになってた子猫を拾って半年。すっかり綺麗になった猫は日中部屋の出窓から外の景色を眺めてた。ある日突然、猫を譲ってほしいという初老の夫婦が来て、インターホン越しに話をした。聞けば、夫婦の子供、自閉症、が、唯一、人間らしく、夫婦団、反応を示すのが、散歩中に、うちの猫を見かけた時だけ。猫が好きなのかと思って、他の猫を飼うも、猫を見ると、怯えてダメなんだとか。うちの子のために猫をください。いいねで結構ですと、小切手帳をカバンから出しながら言われた。小切手帳なんて見たことなかったから、領収書の冊子かと思ったわら。猫は、うちの家族であり、はいそうですかと、渡せるものではないことを説明したけど、納得してくれず。最終的には、どれだけ出せば納得するんだと怒鳴られた。金の問題じゃないと言っても、最後まで理解してくれなかった。私がどうしても折れる気がないことを理解して、二人して泣きながら立ち去ったので、こちらが、まるで悪者になった気分だった。猫には、申し訳ないが、その部屋に入れないようにして、道路から完全に見えないようにした。すると、今度は、例の夫婦が、小学校中学年くらいの子を連れて、またやってきた。インターホンを押すのを無視していたら、諦めたのか帰って行ったけど、翌日夕方にまた来た。カメラ越しに様子を見ていたら、うちの前に何か置いて行ってしまったので、時間を置いて見に行ったら、猫が入ったキャリーが2個置かれてた。この猫と交換してください。〇〇町バツバツかける A 本というメモ付きで、仕方なく警察に通報、猫を保護してもらった。翌日に市民生活相談窓口で弁護士を紹介してもらい、近隣トラブルということで、これ以上迷惑行為に及ぶなら法的対処も辞さないとか、なんとか警告してもらって、一応そこで終了。ただ猫がどうなったか気になって、弁護士経由で警察に聞いてもらったら、例の老夫婦が引き取りを拒否して、動物保護センターに収容されているとのこと。念のため老夫婦に、猫の所有権を放棄する書類を書かせて、正式にうちで引き取った。猫3匹ともなると、ペット科の物件でも、いい顔をされないので、思い切って、中古住宅をローンで購入した。猫たちは、最初互いに風車騒いでいたが、一週間も経つ頃には、秋風が応えたのか、三匹まとめて猫団子になるようになった。さっきヒーターを設置したら、三匹同じ体勢で、ヒーターを囲んで、いぎたなく眠ってた。中古住宅に猫三匹、在宅勤務のアラサー女、完全に婚期を逃した気がする。つい先週くらいに猫のことを書いたものです。そういえば、子猫シーズンなので、そろそろ、捨て猫も、増えるんじゃないかという話をご近所さんとしていた矢先にやられた。息が白くなる早朝、新聞を取りに出たら、玄関先に、子猫2匹入りの箱があった。うちは、猫たちが外を眺められるように、庭に面した部屋を、猫用のスペースにしている。前のトラブルで懲りて、道路からは、猫が見えないようにしていた。なのに、どういうわけか猫を飼っている家だと知られてたらしく、この猫も家族にしてください、猫の兄弟にしてくださいと、下手くそな字で箱に書かれてた。子猫たちの体が冷えていたから慌てて、病院に連れて行き、衰弱が激しい一匹は、まだ入院中。回復した方は、自宅に連れて帰れたが、寄生虫や猫エイズの検査がまだできていないので、先住猫たちとは違う部屋に隔離してる。それでも、気配や匂いでわかるのか、先住猫たちが、私の足首相手に風車行きまいてる。そのうち里親を探し始めるつもりではいるけど、入院中の方の子猫は、視力に問題があるかもしれない。まだ確定はしてないけど。そうなると、里子に出すのも難しいし、うちで引き取ることになるかもしれない。また、今期が逃げていくというか、さすがに、在宅仕事でもこれはきつい。獣医の息子が、私の状況に同情してくれて、元気な方を引き取ると言ってくれてる。来週末には、獣医息子のところに連れて行く予定。
入院中の猫も彼が引き取ろうかと申し出てくれているけど、いくら獣医が身内にいるとはいえ、彼自身は猫を初めて飼う人なので、子猫を2匹、それも1匹は目が見えないとなると現実的じゃないと思うので断った。結婚してる人ならともかく、独身サラリーマンに子猫2匹は厳しい。気持ちだけじゃ生き物は飼えないからね。です。今は外から見えなくても猫おばさんのお家としてご近所からは認識されてしまったんだろうね。字が汚いってことはどこか別の場所で子猫を拾った子供が、あ、猫おばさん家だったらどうにかしてくれるってひらめいて連れてきちゃって置いてっちゃったのかもしれないし、賃貸で猫アレルギーゆえ猫が飼えない自分としてはとても羨まけしからんお話だけど大変だよね。報告者、用心して外では猫を飼っているという話をしていなかったのですが、今にして思えば猫砂やキャットフードを車から大量に下ろしているので、そういう場面を見られていたのかもしれませんね。子供のしたことなら責められないけど、本当困ったもんです。猫好きな知人からは天国みたいな家と笑われますが、天国にも経費がかかるんじゃとわらです。人の家に了解なく押し付けんのも無責任に捨ててんのと変わらないよね。報告者、そうなんですよね。せめて置いていく前に相談してくれたらよかったのにと思います。それにこんな寒い日に放置したらどうなるか考えてほしかったです。心底おつ、独身リーマンに子猫渡して大丈夫なのか。一匹ならうちで引き取れるぞ。報告者、おつありがとう。あまり長時間話したわけじゃないから人柄までを把握できてはいないけど、少なくとも身元のはっきりした人だからそういった意味では安心。仕事中は獣医父親に預けて、終わったら連れて帰る保育園方式を取ると変わら、今の住所と病院も近いし獣医父親の了承も得られてるのでひとまず大丈夫かなと。申し出ありがとうね。もう一匹の方の里親を探すことになったら、その時はぜひお願いします。です。猫ちゃんが複数匹窓から外眺めてるのを前に見て知ってたら、今はそれをしてなくても猫を大事にしてくれるいいお家なんだろうなって認識になってるご近所さんもいそうだよね。猫を保護してくれる NPO とかは近くにないのかな。報告者、猫が外から見えていたのは前の家の話で、今の家ではそういったことをしていなかったんです。猫を飼ってる話もしてないので、どこから情報が漏れたんだろうなぁと不思議に思ってました。その認識はありがたいような困るような、捨て猫スポットにされたらたまりません。獣医さんから聞いたところ、近くの NPO やボランティアも飽和状態で大変らしいですね。捨てるくらいなら猫に関わるなよと憤ってしまいます。